続いて交通てんこ盛りです。日本道路交通情報センターのページをチェックしております。阪神高速3号神戸線は東行き、いつものマヤの自然渋滞よりも手前のあたり生田川で事故があったようです。現在1キロ余りの渋滞となっていますが、この後通行量が増えてまいります。渋滞が伸びることが懸念されます。阪神高速3号神戸線の東行き生田川で事故があり、現在渋滞が出始めております。鉄道です。 JR 奈良線で遅れが出ています。稲荷駅と JR 富士の森駅を運転中、ちょっといつもと違う音を検知したということから車両と線路の確認をしております。 JR 奈良線は京都と奈良の間遅れが出ております。以上交通てんこ盛りでした。6時14分です。